おごってもらえるー画面ブックメカトシッペイお疲れ様です。サンキューベッドペイです。本日は3ベッド11299円のプラスでした。しっかりと1万円サクッと抜いております。はい。 今回、吉谷プレゼン01の購入者様おめでとうございます。12月まではブックメーカーでしっかりと稼がせるス,稼げるスキルを身につけさせ、身につけていただきます。頑張りましょうということで。はい。強制的に稼がせます。<laughs> スパルタンですね。スパルタン。 まあもうすでにです、ね、あの入金していただいている方もいると思いますけど、まあ、ちょっと土日挟んでるんで、銀行振込の場合は、えー、月曜日の案内になっちゃうかもしれないですけど、特典の方は、ねえー、配ったりとかしてるんで、まあ、決済された方は特典、えー、の申請だけはちょっとしといてください。うんでまあ、今回結構お対りありましたけども、まあ、まだちょっと今収録してるのは22時半ぐらいなんで、 まあ多分今日中にこれアップロードできると思いますけどやっぱりお問い合わせで多かったのがやっぱスマホでこう、うん、サクッとやっぱ稼げるっていうところが魅力的まあそこの魅力がもう一番のメリットだと思うんですけどまあ僕はね情報発信しましょうっていうことを言っててまあ今プロモーションやってるのでまあそのそれに付随する動画は一般公開してますけどトゥードゥでやっている ワンツー動画だったりとか、久保さんの動画だったりとか、他の吉谷の流儀だったりとか、他の動画って限定公開でやってるんですけど、もう100本溜まってます。だこれちょっとね、100本一気に公開するんで、ちょっと100本一気に公開する前に言いますけどね、あの、チャンネル登録解除しとけっていう。<laughs> いきなり、久しぶりですね、100本溜めたのは。<laughs> 久しぶりですね、100本溜めたのは。 だ裏でもやってますからね。まあ、その、商品販売する上での動画も撮ってるし、普通にトゥードゥーでやってる動画も撮ってるし、で、そのトゥードゥーでやってる動画も100本以上です。<laughs> うん。だから、まあ、僕はもう、申し訳ないですけど、当たり前に、こう、情報発信は、あの、できるので、えー、まあ、今回ね、できないって言った人のために、情報発信できないんですよっていう人のために、 ぶつけましたので1000 1回に,1回に、ね、バンとだからこのスキルをねしっかりと身につけてあの3ヶ月間ね購入された方お問い合わせして申し込もうかなってしてる方はもうこの3ヶ月間12月まで今年中に絶対ブックメーカーで稼げるようになるスキルをですよ、ね、手に入れるっていうことでもうスキルにフォーカスしてもう徹底的にやってほしいなと思います。 本当もう3ヶ月間01しかいらないですから僕の動画を見る必要はないし LINE アットもブロックしてください買われた方はねまあそれはご判断にお任せしますけど01しかいらないですだって本気だったら01しかいらないので <laughs> だってブックメーカーで稼ぐことを決めるわけですよねじゃあブックメーカー以外の情報発信しましょうっていう情報はいらないですよねうんなんでまあこれで まあ僕としてはですよ、ビジネスやってるんで、まあ、これからもまた商品、次の商品売ることも決めてるので、まあ、どん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 売っていくので、買っていただきたいところありますよ、ビジネス的に言うならば。ビジネス的に言うならば全部買ってほしいと思いますけど、個人的な意見はあのブロックして、僕の情報を遮断しろって話ですね。 で、それが一番稼ぎに、早く最短で稼ぐ上での一番、まあこれ別動画でも撮りますけども、最短最速で稼ぐ上での最短ルートです。情報遮断する。もう01以外聞かない。終了です。はい。はい。ということで、まああの、情報発信してる人で、多分ね、ブロックしてくださいとか言う人いないと思うんですよね。で、なんで言うかっていうと、 あなたがブロックしても僕は新、僕はただ単純に新規のお客さんを集めるっていう課題に対して取り組めばいいだけの話なんで、ね、ゼロワン買いました、僕のブロックします、いなくなります。じゃあ僕は新規でまた集めればいいだけの話じゃないですか。それは僕の課題なので、うん。別に吉田園さんに悪いとか何も思う人もないし、大事なのは自分が稼ぐことです。申し上げますね。大事なのは自分が稼ぐことです。それ以外ないです。 うん、で、稼いでから、うん、考えればいいんですよあの。ビーカーの話もしましたけど、まず自分のビーカーを、まあ、あのいっぱいにしてあふれる、で、あふれた水、あふれた金をどう使うのかっていう、うん、そのあふれた金は僕に使ってほしいですけどね。<laughs> <laughs> 吉田さん、あの時吉田さんが紹介してくれなかったら今ないですっていうね、ドリアク入りますみたいなね。<laughs> はい ということで、えー、まあ、今日でね、販売終了というか、お問い合わせはね、終了です。で、結構、勘違いしてる人がいたんですけど、お問い合わせは今日で終了です。で、着勤は、まあ、これもまた別動画で撮りますけど、着勤は、え来週の火曜日までなので、悩む方は悩んでいただいて、火曜日までね、しっかり。あの、日、日月か3日間悩めるので、悩みたい方は3日間、一生懸命悩んでください。でも、悩んでも、あ結構変わんないです。やらなければ。<laughs> うん。 でも人間悩むものなんで、もういっぱい悩んでください。でも悩んでも、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 やらない限り道は開けないという事実だけお伝えしておきます。はい、では終わります。